NHK で放送中の大河ドラマ、麒麟がくる、毎週日曜朝8時総合ほかに、斎藤道三の娘、機長役で出演する川口春奈が取材に応じた。時代劇への出演が初めてで、何もかもがチャレンジで不安の中、飛び込んだというが、自分のことを知らない方にも見ていただく機会だと思います。頑張って一生懸命やるのみと前向きな覚悟を口にした。とにかく大河ドラマの撮影のスケールの大きさに驚いている。そうで、着物を着て、かつらをかぶってお芝居するところから不慣れだったんですが、セットもロケもものすごいスケール感で、スタッフもキャストもたくさんの方が関わっていて、すべてが新鮮です。共演者の中では、父、同三役の本木雅弘に一番圧倒されたという。カメラが回っている時の道蔵は、ものすごい威圧感、オーラが出ていて、全てを見透かしたような目していて。その場にいるだけで、周りに影響を与えるというか、自分も動かされるような感じがして、すごいなって思っていました。主人公、明智光秀役の蝶谷川博美も今回が、初共演。とても助けていただいています。インする前から温かい言葉をかけていただき、撮影に入ってからも気にかけてくださって、現場でもすごく穏やかで、周りに気を配っていらっしゃるので、とても安心できます。時代劇初心者の川口を支えるのは、共演者だけではない。時代劇の所作も初めてなので、所作指導の先生や、演出の方に教えていただきながらやっています。例えば縦膝で座っている時には手を置く位置でリラックスしている感じや緊張している感じが表現できるよと教えていただいて撮影のたびに勉強させてもらっています。川口が演じる機長は後により伝信長の正妻となり濃姫とも呼ばれる人物。激動の時代を生き抜いた女性、賢くて気丈な人。その芯がぶれないよう常に心がけて演じています。主人公、明智光秀とは、姻戚関係、いとこ同士で、幼い頃から付き合いがあり、ほのかな恋心を匂わせている。光秀は、国を守る、責任感がある一方、戦を続けて人を切っていくことへの違和感も抱いている。タフだけど繊細で、好奇心旺盛でほっとけないところがあって、頼まれると断れないところも魅力的。なんか気になる、もっと知りたいと思わせるキャラクターですよね。そんな光秀に駒も引かれていて、ライバルというより、叶わぬ思いを抱いている者同士。駒とガールズトークをしているシーンは、一見、華やかでも、結構切ない。駒の前だけでは、普段は見せない表情が出ていると思います。第7回、3月1日放送で、尾張、織田信秀の嫡男、信長への嫁入り話が浮上。序盤の重要な局面を迎えている。機長は光秀に、尾張に、腰入れせずに済むよう、私を守ってほしいと懇願する一方、信長がどんな男か見てきてほしいと頼んだのだった。生まれた時から何があっても気丈に生きていくことを運命づけられていたし、そのことに葛藤があっても自分がやるべきこと、自分がしなければいけないことわかっている彼女は覚悟を決めて信長に嫁ぐことになります。私も気後れせずに最後まで強くて賢い機長を演じていけたらいいなと知っています。